ちょうど一年前にこのタオルを巻いた夜、昨日のことのように今はっきりと思い出す。大食いしすぎたせいでベルトは長いものさ、どこまでも食べるヒゲに全員が呆れてる。サイドシートの匂いはまるで中華屋のように、ホモ説を言われながら今日もお姉さん座り。よそってもらったご飯を恨めしそうに睨んで、奥のやつに突き返し、台が欲しいと言った。何でも丼に盛ることが一番太ると思う、なんぼでも食うヒゲちゃうわ、二度とは戻らないデブ。なんでもないようなことが幸せだったと思う、何にもない俺へのエール、みんなに感謝する夜。というわけで、ちょっとふざけた歌から入りまして申し訳ございません。ヒゲちゃんでございます。今日でですね、7月の2日、で、ちょうど動画投稿、 YouTube 動画投稿を始めて1年が経ちました。ちょうどね、2019年の7月2日がね、1本目の投稿だったんですね。そっから1年が経ちましてですね、なんかこんなただ飯食うてるだけのトラックのおっさんに、5500人以上の方がチャンネル登録をしていただいておりましてですね、まさかまさかでございます。1年前のね、2019年7月の時はね、ドキドキしながら1本目の動画を上げましてですね、1日経っても誰も見られない2日目3日目ぐらいにね、何回か見られた、10回見られるのに何日かかかったんかななんて思いながらね、あげどもあげども、1日1回2回何日も経ってようやく1本目の動画が100回いったっていうのがね、もう嬉しくて嬉しくてねみたいな、もう1週間以上かかったんちゃうかな100回行くのに。いや、もうそんなところから始まりましてですね、本当いろんな方とにね、手助けしていただきまして、大きくしてもらいました。本当にもう YouTube ね、もうやり始めた時は、まあ、もしかしたら行くんじゃねえかなんてね思いながらね、結構2月ぐらいからね、結局なんかいろいろ勉強したりとかね、自分なりにねやりだして、もう満を持して7月2日にバーン投稿したら、もう学校みたいなねあ、これはもうダメだと思ってね、1年で1000人いければな、1000人、1500人ぐらいいければなっていうのがリアルなスタートでした。で、そこから本当にね、いろんな方と出会いまして、いろんな方に手助けしていただきましてね、なんとか1年やってこれました。と、飽き性な僕なんでね、本当熱しやすく冷めやすくてね、やり始めた時のあかんわっていうのはね、本当普通なら冷めてしまうぐらいの僕の性格からしたらね、なとこなんですけど、本当日々ね、少しずつコメントいただける方、見ていただける方がちょっとずつちょっとずつ増えていってね、それが励みになって、コメントも今ね、ちょっと申し訳ない、お返しできないこともあるんですけども、本当にそれを読むことによってね、励みになります。おかげさまでと言いますかね、まあ中にはね、僕も結構小心者みたいなところがあってね、読むと傷つくようなね、初めてコメントもらったなと思ったら一言ね、悲劇もいとかね
そういうコメントを残されてね、変えられる方もおられるんですけども、あーでもそのいろんなね嬉しいコメントもいっぱいあるんですけど、その一つのコメントがね、あーずっとこう寝る前思い出されるななんてこともあるんですけどもね、もうちょっとずつまあ慣れていってね、いろんな人のいろんな意見があるなと思いながらね、それもいろいろ勉強でございます本当に。まあね、1年前と大して変わってなかったりする部分もありながら、自分の中にはちょっとだけでもまあまあ改善したりね、新しい方向を入れたりとかしながらね、今後もまだね、飽きませんので楽しくやらせてもらってるので、本当 YouTube は続けていきたいなと思っております。はい、本当ねこのね、やっぱりこう1年間 YouTube やってきまして、まあおかげさんでね、4ヶ月ぐらいで収益化ぐらいな形になったんですかね、そっから7ヶ月分ぐらい、まあまあ収益をねこういただくような形になったんですけど、まあ本当でもね、もともとはね、僕もやり始めた時 YouTube ってもう全然これはまあ1000人の壁4000時間っていうのがあったんで、やる前にあこれ無理かなと思ったんですけど、なんかね自分の中でこう人をね楽しませてみたいっていうのが昔から結構あって、そんなね前に出るようなタイプじゃ全然ないんですよ。クラスの中でこうねはしゃぐようなタイプでもないですし、こうやってこうカメラの前やからね、自分の好きなことがようやくできるようになりましたけど、日頃ねプライベートでみんな誰とでも初めての人にうわーって行くようなタイプでは全然ないので、結構引っ込み思案なタイプなんですけど、でもなんかこう人をねこう喜ばしてみたいみたいな欲求だけはなぜかあるんですよね。そういう子なんですよ。でそれがしたくてね、結局まあお金にはならないかもしれないけど、なんかこうね薬とさせることができたらななんて思いながらね、しょうもないことをやっております。はい、他のねためになるような動画を作られてる方もいっぱいいらっしゃるんですけど、そんな方に比べたら全然役には立たないかもしれないですけどね、少しでも楽しんでもらうのに、まあ貴重な時間をいただいてるんで、自分なりには頑張って、クオリティも上げていきたいなと思っておりますし、やっぱり結果的にね1年やってきて一番良かったことっていうのは、もう結構皆さん言ってるんですけど、もうこうやって後ろにねいろんな方のステッカーもいただきました。YouTuber さんと知り合えたこともそうですし、やっぱ最近では声もかけていただくことが多くなりましてですね、仲間が増えたっていうのがやっぱ嬉しいんですけど、仲間ってこう一概にパッと言ってもイメージはつきにくかったんですけど、やっぱ最近声をかけてもらうようになってですね、初めて会うんですよ。でまあ向こうの方は僕がヒゲちゃんやと思って近づいて来られるんですけど、もう顔見たら大体分かってくるんですね。もう今はあ僕のこと気づいて来られたんかなって、顔がね笑顔なんですよ。で初めてこんなおっさん、まあ大概おっさん同士っていうことが多いんですけど、まあお兄さんもいらっしゃいますけどね、まあ大人がね初めて会った時にもう笑顔で満面の笑みで、ヒゲちゃんですか、もしかして何々さんですかとかね、だからこうもしかしたら来るかもしれんって思って、何々さんですかとか何しかね笑顔で対面できるっていう、初めて会ったのにね、これが仲間やなっていう風につくづく思いました。なんかこうね、ただの知り合い、ただのまあまあ友人というかね、初めて会ったのにすっごい満面の笑みをお互いが出来合えるっていうのは、なんかこうね、これをやってなかったら絶対この先出会うことなかったやろなっていうのが一番の本当を得たもんやと思います。それが仲間やと思います、ほんまに。いや本当にね、僕みたいなおっさんにね、満面の笑みで来てくれることは本当にどうかしてますよっていうくらいね、本当にありがたいことで、感謝しかございません。はい、これからもね、どんなことができるかわかんないですけども、せっかくね皆さんの貴重な時間をいただいておりますんで、それなりにね自分も努力して、ちょっとずつでもなんかこう変化のあるね、面白い動画ができればなというふうに思いますんで、今後ともね、次の1年
1年後やってるかどうかは分かりませんが、今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、あとね、これも一つ伝えたかったんですけど、僕の動画を見てね、トラックに乗りたい、運送業で働きたい、大型トラック乗ることを決めましたっていうようなねコメントも多くいただきましてね、それも本当めちゃくちゃ嬉しかったことの一つで、やっぱねトラックドライバー不足の中ね僕も増やしたいなっていう気持ちもあったんで、まあ自分もねまだまだ知識薄い中での情報発信でもあったりとかしましたけど、これからもね、勉強することっていうのはもうやめることなく、全然ねもう運送業界トラックのことも全然詳しく今でもないです。でももうちょっとずつでもね、勉強していって、まあ学生さんも見ていただいてるんですけど、大人も子供もね、人生日々勉強やと思います。やったことないことをね、思いついたらこうやってみるっていうのは、僕も引っ込み思案でそういうのになかなか今でも乗り出せないんですけど、昔よりはできるようになってきました。これもね一つの成長勉強やなと思いますし、日頃はねこう照れくさいからねあんま言われへんけど、これもね、動画を作る上で伝えたかったことの一つです。はい、というわけでね、私の1年というね、しょうもないご報告に付き合っていただきまして誠にありがとうございました。というわけでね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。